はい、どうもこんにちは、ラルドチャンネルのラルドです。ご視聴いただきありがとうございます。さあ今回もですね、フライタイング楽しんでいきたいと思います。そして今回巻いていくのがブラックヘアズイヤーニンフです。黒いマテリアルを基調としたヘアズイヤーニンフで、笹濁りなどでドライフライが通用しないような時、渓流魚が捕食物をシルエットで判断するような場合に効果的なフライです。梅雨時には重宝するフライですので、早速巻いていきたいと思います。それではブラックヘアズイヤーニンフのマテリアルを紹介します。フックは TMC3761、 サイズは12番、ウェイトはレッドワイヤー 0.025、 スレッドはユニスレッド60、カラーはブラック。テールとウィングケースにはフェザントテール、カラーはブラック。リビング材にはコパーワイヤーナンバー33、ダビング材にはヘアラインダビングのカラーはブラックを使用します。それではまずシャンクにレッドワイヤーを巻き付けます。余分なレッドワイヤーをカットします。次はスレッドで下巻きをします。余ったスレッドをカットします。次にテール材のフェザントテールを取り付けます。固定ができましたら余ったフェザントテールをカットします。そしてコパーワイヤーを取り付けます。続いてスレッドでレッドワイヤーの隙間を埋めるように前後に粗く巻きつけていきます。
そしてダビングをしていきます。次にリビングをしていきます。リビングができましたら、スレッドでコパーワイヤーを固定していきます。余ったコパーワイヤーをカットします。続いてウィングケースになるフェザントテールを取り付けていきます。フェザントテールが固定できましたら、前方側の余ったフェザントテールをカットします。そしてダビングをしていきます。ダビングが終わりましたら、フェザントテールを前方側に折り返し、ウィングケースを作っていきます。
ウィングケースが形成できましたら、前方側の余ったフェザントテールをカットします。そしてヘッドを作っていきます。続いてウィップフィニッシャーでウィップフィニッシュをしていきます。余ったスレッドをカットします。最後にヘッドセメントをつけたら完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回はですね、ブラックヘアズイヤーニンフを巻いてみました。このフライの基本的な使い方としては、ボトム付近にアプローチしていくスタイルになります。また、濁りの強さによっては、ビーズヘッドパターンが効果的だったりしますので、ビーズのありとなしの両方のパターンを準備しておくと安心です。というわけで今回の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ラルドチャンネル、これからも応援しているだとか、フライタイムがしたくなってきた、今度の兆候が楽しみになってきたと思っていただけましたら、高評価のグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。またブログをやっております。概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた会いましょう。バイバイ。